ボリスクストーディエフ、ボリースミハーイロビチクストーディエフ、ラテン自暴転者の例、ボレスミカイロビチクステッド・ジェイブ、1878年3月7日、ユリウス歴2月23日、1927年5月28日は、ロシアの画家、舞台術家。ロシアの画家に珍しく、明るく華やかな色調を多用した、風俗画や風景画で名高い。 アストラハンのインテリゲンチャの家庭に生まれる。地元の神学校で哲学、文学史論理学を教えていた父親が溶接したため、経済的、物質的な負担が母親の両方にのしかかった。一家は豊かな商人の住居の一室を賃貸し、そこでクストーディエフ少年は地方の商人階級の生活様式に対する第一、印象を育んだ。後に、 クストーディエフは、豊かで、満ち足りた商人の生活様式のすべての流れが、そこでは、まさに私の鼻先にあったのだ。中略それはまさにオストロフスキーの戯曲から、抜け出したようなものだったと記している。クストーディエフは、少年時代の記憶を長年にわたって保ち続け、それを後に、油絵や水彩画に再現したのであった。1893年から1896年までの、 間、神学校に学ぶ傍ら、オストラハンで、パベルーラソフ文科のワシーリー・ペロフより、絵画の個人指導を受ける。その後、1896年から、ペテルブルク帝国美術アカデミーにて、イリア・レイピンに指示すると同時に、彫刻を、ディミトリー・ステレツキーに、エッチングをワシーリー・マテに指示した。1896年に、初めて展覧会に出展する。レイピンは、 学生時代のクストーディエフを次のように評価した。クストーディエフ君には大きな希望を抱いています。彼は才能のある画家にして資料深く真面目な人間であり、美術に深い愛情を寄せています。そして自然界を注意深く学んでいるのです。レイピンは、の制作を移植された際、クストーディエフを助手として招いている。この絵は至って複雑で、 たくさんの厄介な作業が待ち構えていた。青年だったクストーディエフは、恩師と一緒に作画のために数々の肖像画を収作し、それからカンバスの右側を完成させたのである。またこの頃は、自分の精神的な仲間と感じた人物の肖像画を手がけており、その一例に、イワン・ビリビン、1901年、ロシア美術館肖像やモルドーフセフ、同年、 クラスのダル地域美術館所蔵版画家まで、1902年、ロシア美術館所蔵の肖像画が挙げられる。肖像画への取り組みは、画家としての成長の手助けとなり、モデルを間近に注視し、人間の精神世界の複雑さを見通すことを、クストーディエフに覚えさせた。1903年に、ユリア・プロシンスカや、1880年1942年、と結婚。 1904年に帝国美術アカデミーより奨学金を得てフランスとスペインを訪れる。また同年パリのルネメナールの施設アトリエにも通った。スペイン旅行の後、今度は1907年にイタリアを、1909年にはオーストリアとドイツを訪ね、フランスとイタリアを再訪した。この間にクストーディエフは数々の肖像画や風俗画を描いている。 しかしながら、例えば日差しの強いセビーリアであれベルサイユであれ、自分がどこに居合わせようと母国のたまらない魅力には、抗えないと感じるのであった。フランスに5ヶ月間滞在した後、ロシアに帰国し、またに、我らが聖なるルーシに戻ってきたのですと喜ばしげに、書き送っている。ロシア社会を根底から揺り動かした、ロシア第一革命は、 芸術家の魂に目覚ましい反応をかき立てた。クストーディエフは風刺雑誌、生ハゲ、地獄だよりに寄稿した。またその頃に芸術世界の導人と初めて接触し、1910年には自らもその導人に加わり、その後すべての芸術世界の展覧会に参加した。1905年頃から初めて挿絵に取り組むようになり、その後は 必世の号となった。クストーディエフは、数多くの古典的なロシア文学に挿絵を寄せており、ニコライ・ゴーゴリの、ヒセル魂・タマシや、街頭、ミハイル・レール・モントフの、皇帝、イワン・ワシー・イリエビチと若き親英兵と、勇敢な商人カラーシニコフの歌、レフ・トルストイの、小悪魔が、パンギレの償いをした話、ロウソクに作画を提供している。1909年に、 ペテルブルク帝国美術アカデミーの教員に選任される。積極的な活動を続けたが、重病、脊椎の結核を患い、応急処置が必要となった。医者の忠告によってスイスに転地し、その地で1年間個人の診療所で療養を続けた。クストーディエフは、はるかな故郷に思い焦がれており、ロシア的な主題がこの期間に描かれた絵画の根幹をなしてる。 1918年に描いた商人の妻はクストー DF の代表作の一つとなっている。1916年に大麻痺を患う。クストー DF は今や私の全世界は自分の部屋になってしまったと書き残している。麻痺にかかりながらも楽しく元気な気持ちでいられた。クストー DF の能力、驚きである。その彩色画や楽しげな風俗画は、 X と DF の体の症状をまるで伺わせず、それどころか、屈託のない愉快な生活という印象を抱かせる。マースレニサの火曜日、1916年は、昔の思い出を描いたものである。ボルガの河畔のにぎわしい街並みの中に、細部に至るまで正確に自分の少年時代を復元している。ロシア革命後の初めの年代は、 クストーディエフが大いなる霊感を抱いて様々な分野で働いていた時期である。同時代の主題が作品の基礎となり、カレンダーや本の装丁の下絵、挿絵、街灯の装飾のデザインとなって実を結んだ。雑誌、赤い麦畑、赤いパノラマの表紙は、その鮮やかさや刺激的な題材ゆえに注目を引いた。クストーディエフは、リトグラフや、 ニコライ・ネクラーソフの作品への差し絵の提供も手掛けた。クストーリエフが手掛けたニコライ・レスコフの小説、カガリアナ、ムゼンスク軍のマクベス夫の差し絵と想定は、美術が文学的なイメージと実に見事に合致しているがゆえに、ロシアの製本の歴史において、画期的な出来事であった。ちなみに、ムゼンスク軍のマクベス夫人をオペラ化したドミトーリー。 ショスタコービチは少年時代にクストーディエフの娘と同級生であり、そのため画家の一家と交流があったという。クストーディエフは舞台美術にも興味を持っていた。最初に手がけた舞台作品は1911年のアレクサンドル・オストロフスキーの熱い心の舞台のためのデザインだった。それが非常に成功したことから数々の注文が舞い込むようになる。 1913年には、モスクワ芸術劇場のパズーヒ品の死のために、舞台美術と衣装のデザインを担当した。この分野における才覚は、とりわけオストロフスキーの儀曲、家庭の問題、幸運の一撃、狼どもと羊、嵐のための美術において如実であった。オストロフスキーの儀曲の雰囲気、商人階級の田舎暮らしや生活様式は、 クストーリー F 自身の風俗画に近く舞台美術に安やす,やすと取り組むことができたのであった。1923年に革命ロシア芸術家連盟に加入し、1927年にレニングラードに没するまで絵画や版画、挿絵、舞台美術の制作を続けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。